だからすぐ骨当たるじゃん。じゃあ私どうやって足上げてるんだろう。もうめちゃめちゃ寝れる。はい、ふにゃっとしてください。嫌いなやつなんでこのくだりちゃんと嫌いな顔して我慢何事もないようにしれっと眠るなんでこれみんなくすぐったくないの？いやみんなくすぐったいです。だけどここを通ることで腰に関係がとてもしているのでやめれないのです。けどなんかもっとやった方が良さそう。こんなちょっとで効いてないんじゃないかっていう気持ちになっちゃう。あんまりここ自体に筋肉はないから。ないの？だからすぐ骨当たるじゃん。じゃあ私どうやって足上げてるんだろう。筋肉で上げてないんだ。まあね、あれ違う筋肉使ってあげてるんだと。姫寝て。すやすやすや。どうして？筋肉あるかと思った。なかった。ないです。ないんだ。でもいやいやそういう筋肉じゃなくて。じゃあもっとすごいこう短距離走みたいな太ももがパンってしてる人とかは。骨遠い？まあ遠いまあね。でもそれは気持ちいい。それはいるのかもしれない動きをしてる。覚えたね。けど私は痛くない。いるにもいろいろ種類があって。そうか。こういういるもあるんだよ。はい、うつ伏せ。あれ？下。ん？こっちは？こっち行かんかった？あ、やったっけ？いや、後でよく見とく。あれ？やってない。あれやったっけ？やってない気がした私。記憶喪失かな。こっちこれやった？やってないか？あれやったっけ？たけちゃんと同じこと言うな。たけちゃん誰ですか？肩やってないよって必ず言う人がいるんだよね。え、じゃあそれはもうおねだりですね。2回やってください。なんかそうだってこっちやった時に反対やるだろうなって思ってて。もうじゃあ飛んだんだな。だって私なんでって右手はこうやってやっててさっき、うん、で左だけ伸びてたから、うん、あ右手も来ると思って伸ばして、そういうことね。そうそしたら来なくて、あそっち先行くんだって思ったら うつ伏せってなったから、あれ言い訳していい、うん、首のこのがすごい気になってたの、うん、で早くここを今日こことで寝不足でしょ、うん、でさっきボキボキってやった時に、うん、いるなと思ったんだよ首、うん、右？いや両方。あ両方か、うん、左は気づいてるよ。左はいつもいるんだ私。ちょっと右も来たか。いる覚えたんだね。覚えた。はい。うつ伏せ今度こそ。でシートが来る。そうです。すごい、もう本当にフィットするじゃんこのベッド。素晴らしい。寝る気満々です。はい、ならっとしていいですよ。でも寝れないんだって。眠いなと思わないの？今は思ってる。今は思ってるんだね。うん、夜は思わない。脳が起きてるから。ああ。そうですね。だいたいそう。なんか夜とか元気。はい。脳みそ主導になるからですね。うん、朝は嫌い。うん、どんだけ二度寝三度寝しても本当に嫌だ、起きない。うん。まあそういうもんだ。でも朝ちゃんと起きれて夜ちゃんとすっと寝れる人もいるし、だけど現代人はそれは稀だね。うん、そうなの？うん、特に今スマホって体力いらないじゃん。脳みそだけ起きてればいいじゃん。そうそう。夜は本来体を動かさないよっていうふうに人間はなってるから暗いからね。そうするとだけど脳みそは主導になるじゃんね今度、うん、で体が疲れててもスマホだとずっとってから脳が主導の時に脳が気持ちいいことをずっとしちゃうんだよね。そうだから寝なきゃいけないの分かってるんだけど携帯やっちゃう。で昼間だるいのは昼間は体主導になってるから体の疲れているとか調子が悪いことに気づくんだよ。だからだるいのね、うん、でだるいっていうことはイコール休んでね、それを回復しないと体危険だから、悪いところを早く休ませてっていうので昼眠くて夜目が覚めちゃう。そうするとどんどんリズムが崩れていっちゃうよ。そうだからそれで体調不良になるから、うん、R1 飲み始めた。あ、そこですか。元気。はい、頑張って横向きです。頑張って横向き？うん、じゃあ頑張らなくてそのまんま。これ取っちゃいます。抱き枕のやつ？うん、ちょっと待ってね。もうめちゃめちゃ寝れる。はい、ふにゃっとしてください。痛いの？ああ、くすぐった。一番上だけ。これ強度？うん、もう大丈夫だ。うん。はい、反対、そっち頭です。眠い。はい、左か、うん、左の方、なんだこれ。左って。さっき右って言ってた。言ったよな。左の貼ってるぞ、なんだ、なんで変わった。うん、いいよ、楽にして。うん、そのまんまもう一回。おい、姫、起きれるかな。うんございます。ではもう一度矯正をします。終わっちゃったよ。正座をしてください。大きく息を吸って、はい、吐いて、はい、吸って、はい、吐いて。上向きでゴロッと寝てください。向こう向きで横を向いて、はい、反対。はい、上向き。いい感じ。まだまだ眠いたもんね、うん、なんで、うん、眠そうだなと思って眠たい。子供って眠くなるとあったかくなるじゃん。私あったかいよね。眠いんです。そうだよ。眠いんだって言ってんじゃん。うつ伏せ。え、じゃあ子供だって？いや、大人も。私子供サイズじゃん、うん、だから眠いんだね、うん、はい、ゆっくり起きてください。座ってください。今の気持ちを。今の気持ち？眠い。なんかやるの？やりながら書くの？どうぞ。眠い。終わり。眠くなると不機嫌になる人でしょ。なんで？みんなそうか。そんなことないよ。あ、そう。朝は不機嫌。ああ、朝は不機嫌、うん、あんまり意味はないです。うん、眠たい。寝ちゃった私。いいえ。寝れない？詳しくは動画を見てください。違うか。うん、寝てるねきっと。はい、頑張って最後。結局何回も鳴るな。うん、いつも鳴るんじゃない？そうだな。ひねって痛いの探して。ひねる。痛くない？うん。ひねるのはいつもあんまり痛くない。ああ、そうか。これだ。それだ。それ。言って。あえて探して。これを。いた？いた？座って。うん。眠そうだけど頑張って。やだ、だってそれ絶対痛いやつだ。おう。え、2個。やだ。だって腰。痛いとか言わなきゃだめ。必ず言って。前より最初よりも曲がるようになってきてるの分かる？うん、分かる、めちゃめちゃ分かるでしょ。うん、けどレッスンすると結局腰痛いやね。だけど今感じた時痛いけど、それでも今少しでも痛くない方がいいじゃんね。そう、痛い声蹴ろうとしただって痛いもん。なんでそんな痛い？2回目痛いんだよ。うん、いつもそうやって言ってる。1回言われたら覚えるよ。寝起きの姫。そんなん寝てたって思われちゃう。起きてる感じが良かったの？起きてる感じ。大丈夫、みんな寝るもん。本当？うん。何人も寝てるよ。うん。じゃあいいか。うん。痛いね。うん。痛い。もう一回ちょっとうつぶせ。今日聞くの気がするな。はい、起きて。もう一回。サラス？うん。ここだ。さっきより曲がるでしょ。曲がる。これがだんだん。ここだが、あ、なくなったになるように。はい。こんなんだってもう絶対痛いよやったら、おかしい角度にしてる私。うん。それでも、なんとか大丈夫に。なるようにしたいと思います。はい。終了。終わり。はい。はい。皆さんに一言。皆さんに一言。はい。多分途中で寝ちゃった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさい。